ガチャガチャで漫画が手に入る時代、バンダイさんの豆ガシャポン漫画1全4種で今回当たったのが青のオーケストラ。名前は知ってますよ。結構有名な作品だよね。漫画1ってコミックアプリの作品をミニチュアサイズで商品化したっていう、すごいよね。今まで豆ガシャポンあったけど、図鑑とかね、小説とかそういうのだったと思うけど、漫画だってこのサイズよ。表紙、それから背表紙、裏表紙、完璧に作られてる。バーコードもちゃんとあるよ。1回500円っていうね、ガチャガチャ仕様になってるし。うわーすげえ、ちゃんと漫画じゃん。漫画はやっぱイラストがメインだから読みやすいかもしんないね、このサイズになっても。え、これきっかけでちょっと読んでみたいもん。うわ、うまいね。続きはこちらだって。こんな入れちゃうよね。うわーこれめっちゃいい。豆ガシャポンちゃんとフルで読破できたこと今までないけど、これは読みたいわ。でさらに今回ミニブックを切り離すとこういうブックカバーになるんだね。こうやってねイラストが変わるんだけど、ちょっと読んでみよう。ちゃんと一応撮影とか一回やめて読みます。かぶったガチャガチャをプレゼント。私ヨコンが大量のガチャガチャを回す中でかぶってしまったガチャガチャをみんなにプレゼントしようのコーナー。先週の当選者の方はこちら、おめでとうございます。これから発送作業に移りますので、今しばらく楽しみにしてお待ちください。そして今週のプレゼントはこちら。応募方法は概要欄の URL もしくは TikTok プロフィールのこちらのリンクから飛んで必要事項をご記入ください。チャンネル登録、フォロー、コメント、高評価などもぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。